企業が行う新事業創出の手法として近年広まりつつあるオープンイノベーション、自社と他社のアイデアや技術を組み合わせて新たなビジネスや製品の開発につなげる動きが注目を集めています。オープンイノベーション導入の支援を事業の核に置き、また自治体が行う企業支援活動の運営も担っている株式会社エイコン中村あゆこ社長に、経済ジャーナリスト関口博之がこれからの企業活動の在り方、方向性をインタビューします。中村さん、今回のテーマはオープンイノベーションということなんですけども、はい、まずは最初にそもそもオープンイノベーションとは何かっていうところからちょっとお話しいただけますか。はい、はい、オープンイノベーションは2003年にヘンリー・チェスブローさんというハーバードビジネス大学の助教授の方が提唱したイノベーションの方法論なんです、うん、でまあ、簡単に言うと社外の企業さんですとか他の団体さんとコラボレーションして新しいこうイノベーションを生み出していこうっていうイノベーション創出の手段なんですけれども、日本には2007年とか8年とかに入ってきたっていうふうに言われていて、まあ、国内でもですねオープンイノベーションという手法を使って、こう企業を盛り上げていこう、経済を活性化していこうという動きが国をこう挙げてですね今あるような状態です。なるほど。はい、逆に言うとオープンイノベーションの反対って何なんですかね。はい、クローズドイノベーションですね、うん、あの社内で日本がずっとこう戦後やってきた戦ってきたやり方なんですけれども、まあ、企業の中で技術だったりこう自分たちのこうノウハウを磨いて磨いてクローズドでイノベーションを起こしていくというやり方が、まあ、反対ですね。はい、そうですよね。はい、だからまあ言ってみれば昔からある自前主義で、うん、全部代金は自分で抱え込むみたいなのはありましたもんね。はい、そうですね。それを、まあ、ある意味打ち破ろうっていう感じなんですよね。はい、全てをオープンにする必要はないと思ってるんですけれども、はい、やはり社内でやるよりも社外でやった方が効率のいいものだったりインパクトが大きく出せるものは社外とこう手を組んだ方がいいよねっていうやり方ですね。うん、はい、はい、で中村さんご自身はいつどういう形でこのオープンイノベーションというものに着目されたんですか。もともとオープンイノベーションをすごく知っていたわけではなくて、当時私がこう事業を起案した時は社外の企業さんと新規事業を作るとか社外の企業と協業するっていう言葉で、こう探していってました。でこれがオープンイノベーションというものなんだっていうところにたどり着いたのが2015年ぐらいですね。なるほど。はい、でそれをまあ社内ベンチャーみたいな形でご提案されたんですよね。はい、あ、そうです。うん、パーソルの、社内の新規事業起案制度の第1回がちょうどその私育休中にこの事業を起案したんですけれども、たまたま里帰りで出産をしているタイミングで、まあ、近しい人が、社外の企業さんとコラボレーションして、事業を作ろうっていうタイミングにちょうど育休に入っていたものですから、その社外の企業さんとコラボレーションするっていうことがもう少し簡単にできるんじゃないかと当時は思っていて、そしたらすごく難しいみたいだと、なかなか探せなさそうだっていうのに、たどり着いてですねちょっと手伝おうとしたんですね。そしたらできなくて、あ、こんなにも社外に門戸を開いている企業さんが少なくて情報が世の中にないんだっていうので全然起業しようと思ってなくて、なんとかせねばと思った時にたまたま社内の新規事業制度が、ちょうどよくあったというところでした。うん、そして、まあ、最初は社内ベンチャーとして、はい、まあ一事業部じゃないけどそういうような形で始めたのが今度もう今は独立をされました。はい、実際今のエイコンっていう会社が具体的にどういうことをやってるのかを少しご説明いただけますか。アウバというプラットフォームを一番軸にずっと最初から運営をしておりまして、まあ、企業同士が出会える場所というところで会える場所アウバというものなんですが、まあ、これを根幹にしております。でアウバというプラットフォームで企業同士が出会える場所なんですけれども、まあ、会うだけだとなかなかイノベーション進まないのでその前後の部分ですね、まあ、企業の中でなぜオープンイノベーションやった方がいいのかですとかどういう企業と会うのかっていうその採択基準みたいなところもそうですし、出会った
った後はもう今度は事業を作る過程に入りますので、そのインキュベーションの支援みたいなところをやっている、部隊と、プラットフォームを、こう基軸にですね、カスタマーサクセスをしている部隊 と、2軸あるんですけれども、その2つが、まあ、アウバというところでつながってですね、支援をしている形です。エイコンが運営するオープンイノベーションのプラットフォームアウバ、全国にあるさまざまなビジネス領域の企業、研究機関、自治体などが参加、提携パートナーとしてつながることができるインターネット上の交流の場で、登録者数2万8000社、事業化された取り組みは1700に上ります。このアウバっていうのはどういうふうにこう利用ができるんでしょうか、その利用シーンっていうのかな、こういう使い方っていうのでいうと、企業間の SNS のようなイメージが一番近いのかもしれないですけれども、少し真剣な SNS というか、まあ、企業さんご登録いただいてご自身 の、 あのページを持っていただくんですけれども、まあ、マイページ持っていただいて、そこから外にこう公開する、競争パートナー募集ページっていうのがあるんですけど、募集ページを自分で書きます。で書いていただく上でこちらの方でですね、やはりオープンイノベーションは社外とコラボすることなので、何をこう目指してますか、どういう企業さんと会いたいですかとか、いろいろこう質問させていただくのを頑張ってこう書いていくと、それがあの競争パートナー募集ページに反映をされて、外に出るページができます。でそれを持って自分の場所を持っていただきながら、企業をこう検索して探索をしてメッセージを送っていくと。で、割とですね、機能はいろいろあって、出会っていただいた後はその企業さんとどういう状態になっているかをこちら自分のマイページ上でこう管理をしていって、1回目あったよとか2回目あったよとかも、競争の方向性合意しているからここから進めるだけみたいな風に自分でこうやってステータスを動かしていくような形になってます。なるほど。実際こう、はい、伺ってると、まあ企業と企業が出会う、まあ、ある種のマッチングみたいなイメージを持つんですけど、はい、具体的な例として、例えばこういう会社とこういう会社がこういうことを一緒にやったっていうのを実現しましたみたいな、ちょっと例をご紹介いただけると、どんなものありますか。例えばですけれども、うん、宮崎県のカツオ漁業の会社さんが、まあ、アウバというプラットフォームを活用してくださって、まあ、カツオ漁業って一本釣りなんで、カツオがどこにいるかをこう探してですね、カツオをこう釣るっていう漁業なんですけれども、やはりこうカツオがどこにいるかを発見できるかがすごく大切で、うん、それが漁獲高に大きく影響するんですね、うん、で漁労長の高齢化で船を漁労長が降りるっていうことになって、はい、そうするとカツオを発見できないっていう話になりまして、それを、まあ、なんとか解決できないか、でこれ AI 人工知能使ったらどうにかなるんじゃないかっていうので、そのカツオ漁業の会社さんがアウバにこう掲載をして、で実際大手町のですねベンチャーさんとコラボレーションをして、船にこうセンサーをくっつけてですね、漁労長の航海日誌を読み込んだ、漁労長の艦を搭載した船を作って、でカツオ漁にこう出ているとかっていうのは、まあ、アウバっぽい事例ですね。はい、まず場所的にも全然離れてますもんね、はいはい、それはこういう場がなかったらお互い接点がないですもんね、うん、そうですね、うん、本当に地理的なこう遠さもありますし、まあ、漁業と AI スタートアップがこうコラボレーションする場所って今なかなかやはりないので、まあ、そういう業種もこう超えてというところはかなりたくさん出てますね。ちょっとこんなふうに考えたんですけど、例えば一つのオープンイノベーションを何か考えるにしても、まずコンセプトとか企画があって、はい、それからお相手探しをする、はい、そのための技術的な裏付けをする、それから実証実験みたいなものをやってみる、やっとパイロット事業になってみた、はい、さあこっからもう本格的にマーケティングやって事業化だっていうところまで考えると結構長い道のりになりますよね。その間にやっぱりいろいろエイコンは関わるんですか。そうですね、うん、本当に長いものだと、まあ、2年とか3年とかご一緒させていただくプロジェクトもありますし、会社というその器と実際に生まれるこうシーズというか新規事業の種と、まあ、両軸ありますので、この器をちゃんとこう体制整えていくところのご支援と、卵を育てていくご支援、両方している形ですね、うん。それってやっぱりなんていうのか、ある種の伴走型みたいな形になるんですか。はい、そうですね、うん、もう
業種だったりですとか規模に合わせてですけれども伴走は必ず必要で、今はかなり伴走させていただいてますね。オープンイノベーションによる新事業創出には自治体も注目。神奈川県が行う企業支援活動ビジネスアクセラレーター神奈川バクでは、エイコンが運営を担い、その中で大企業が抱える課題とそれに対してベンチャー企業から提案を募集する形でオープンイノベーションによる事業創出を支援しています。神奈川県海老名市、小田急線海老名駅に隣接したロマンスカーミュージアム。今日はバクの連携事業で実現したイベントがあるということでやってきました。さあどんな体験ができるのか行ってみましょう。VR のゴーグルをかけて、その昔のこう歴代のロマンスカーの車両の中に実際にこう乗っているような感覚を味わえるような VR の作品になっています。その、作品の中に出てくるその車窓の風景だったりとか、あとその、車内にいるこう人たちとかっていうのが、あの今までの60年ぐらいの、前からの、そのいろんな時代のこう人たちがこう描かれているというような作品になっています。XR というものがこう、リアルなものと掛け合わさってよりこう力を発揮するような技術でもあるので、特にこのロマンスカーミュージアムという場所が、これまでのいろんな時代のこうロマンスカーを展示しているような空間だったので、VR でその時代に行けるというのは非常にマッチするんじゃないかなと思いました。ある意味こうフラットにその企業さん同士とあのベンチャー企業が対等にこう、協業していくというような形なんですけれども、実際こう作っていく過程の中でも本当にいいものを作るという目標に向かって一緒にこう同じ目線でできたかなと、かなりやりやすくできたかなと思います。アニメーションなんだけど結構こうやっぱり丁寧にリアルに作ってあるから、本当に時代の空気みたいなものも映し出されて良かったと思いましたね。あとやっぱりね、先頭車両でパノラマの展望席のところでこう走ってる感じ、これもやっぱりいいね。これやっぱり子どもの時体験しときたかったなと思いましたけどね。バクにその小田急も参加してみようっていうのはなぜ思われたんでしょう。これからの時代こう、コロナ禍で生活も一変してしまって、なかなか当社自体だけのリソースでは限りがあって、もう少しこう他社さんだったりとか他の方の知識とか知見アイデアとかを技術も含めてですね、いただいて競争する必要があるんじゃないかという思いはもともとあったので、今回デジタルで何かができないかっていうところと、そういったオープンイノベーションにも取り組みたいというところでプロジェクトにプログラムに応募させていただいたという次第です。もともと我々がそのバクの中で掲げていたテーマが、沿線の特性に合った暮らす遊ぶのアップデートを通じて沿線価値を最大化するというような私たちのテーマがございまして、で今回観光施設、弊社の観光施設であるこのロマンスカーミュージアムの価値をアップデートするとともに、沿線のこれまでの歴史だったりとかそういったストーリーを発信することで、魅力を掘り起こしてそれをこうお客様に伝えてっていうところが一つの狙いとなっております。なるほど。実際に、シネマリープさんと一緒に、コラボされたんですけども、あそこのベンチャーの提案のどこが良くて組もうということになったんですか。面談をしている中でかなりこう弊社と何でしょう、空気感というかカルチャーが合いそうだなという思ったところも一つですし、ご提案自体でいうとやはりこう私たちがやりたかった、地域の魅力の発信であったりとかそういうところを、XR というデジタルの、無機質なものだけではなくて、その中身までこう掘り下げて一緒に作っていっていただけそうだなという感覚を持ったので、今回お取り組みに至りました。なるほど。
で、まあ、今お話もありましたけど実際に打ち合わせなんかも重ねられて、はい、まあ、まさにそのよその会社とも連携しながら、はい、いわゆるオープンイノベーションをやってみたわけですけど、うんうんうん、やってみて実際にお感じになったのはどうですか？うんうんうん、そうですね、やはりあの結構長期間の競争でもあったので、なかなかこう初めは私たちがやりたいこととシネマリプさんがお考えになってたことが、まあ、ちょっと少し乖離してる部分もありながら、ただもうあの週に1回だったりとかかなり密なコミュニケーションをとっておりましたし、シネマリプさんもすごく柔軟にあのそこを汲み取っていただける会社さんだったので、そこはあのまあ初めはあの苦労はありつつも徐々にこう同じ目線に向かってこう形作れたっていうところはありますね。バクについてその狙いを神奈川県の担当者に聞きました。まずこのバクの事業ですけど、なぜどんな理由でこれを始められるということになったんですか？はい、神奈川県では、県経済の活性化に向けて、まず起業される方、起業の支援や起業後のベンチャー企業の成長支援の取り組みを行ってきました。ベンチャー企業の技術アイデアを、斬新な技術やアイデアをですね、こう世に広めていくところで、大企業と掛け合わせることでこうそれが成長スピードも早まりますし、世の中に広まっていくっていうことが、ベンチャー支援の観点から一つあります。まあ、一方で、大企業さんの方でもやはり今の時代自社では全てが完結できないとか、そこのスピードイノベーションを起こしていくスピードが、遅くなってしまうというところで、外部が持っている、そういうリソースを使いたいというところがあるので、まあ、そこをうまくベンチャーと掛け合わせることで大企業自身もこう、まあ、働いている方の意識改革につながったりとか、新しい需要が生まれやすくなったり、そういう、県の経済が、活性化していくっていうことにつながっていくというふうに考えております。そうですね、だからあの目線というか入り口はベンチャー支援なんだけど、それがやっぱりそのオープンイノベーションで協力連携することによって大企業も変わっていく、それが引いては県内経済、県内の産業の活性化につながると、やっぱりそういうストーリーですよね。そういうストーリーです、うん、入り口はベンチャー支援でありますけれども、まあ、副次的と言ってしまうとあれかもしれないですけど、大企業さんも活性化して県経済がより良い取り組み切磋琢磨しながら、皆さんが、停滞せずにこう新しいことを生み出して活性化につながっていくということを期待しています。はい、バクの事業が今年度で5年目でしたっけ？2019年から始まりました。19、20、21、22、23、そうですね、5年目になります。ね、あの上野さんとしては今後これどういうふうに発展させていた、いきたい、あるいはあの発展するといいなというふうにお考えなんですか？そうですね、あのおかげさまであの2019年に立ち上げた時はまだ、いろんな企業さんにこう参加していただけるようにお声掛けしたりとか、まあ、こういうことやりたい、一緒にやりませんかってお声掛けしてきて、5年経ちましてようやくあのいろんな企業さんに本当に参加いただけるようになったと思います。あの鉄道、今回の今年のビジネスアクセラレーター神奈川バクの取り組みを見ても、まあ、鉄道、スポーツ、食品、それから建設ですとか製造、観光、本当にさまざまな、企業ジャンルの企業さんが集まっていただいておりますし、地域もですね、まあ、横浜川崎を中心にしながらも他のいろんな県内のさまざまなエリアの企業さんが参加いただいてます。なのでよりこの取り組みにですね、ベンチャー企業としても県内もしくは県外からたくさん参加していただきたいですし、まあ、県内の、大企業もしくは中堅企業さん、まあ、もしくは地場の企業さんがこう積極的に参加していって新しいことを生み出すように、より、ちょっと新しいことにチャレンジしてみたいっていう企業さんにどんどん参加していただけるようにですね、あのお声掛けしていって全県内全域にこう広めていきたいというふうに考えております。なるほど、あのそういう意味で言えばだんだんというかどんどんというか、あの認知度は高まってきていると思いますけども、今度は本当に事業化して事業として成功したっていう事例までなんとかやっぱ持っていきたいですよね。そうですね、うん、おっしゃる通りで、まあ、これまでもあの連携しながら強みを生かしてこうアプリを開発して、それが世に出ても何万ダウンロードだっていうような、ところになったり、実際に商品が連携して作った商品が販売されているケースっていうのは生まれてきますけど、まあ実証が目的では、実証実験を行うことが最終目標では当然ありませんので、おっしゃっていただいたように事業化につながる事例が、こう一つ二つではなくてもっと数多くたくさん出ていくようなことを、はい、しっかりと支援していきたいと思っています。
ビジネスアクセラレーター神奈川、略してバクと呼んでますけども、これのお話をここからお伺いしようと思うんですが、そもそもまあこれ県のご提案だったんだけれども、それを英子が参加してやろう、まあ、委託を受けてやろうってことになったのはどういう理由だったんですか？2020年頃の、お話なんですけど、やはりきっかけはコロナだったと思ってまして、まあ、コロナ禍に入って、まあ、各自治体さん各県がその県や、市の経済を活性化するためにイノベーションが必要だっていうので、コロナ禍の補正予算をそういうイノベーション活性にこう使おうとされていたタイミングで、だいぶご連絡をいただくケースが増えまして、まあ、県を活性化するために、まあ、オープンイノベーションをやろうと思っていると。でそれでオープンイノベーションを支援している会社だと思うので、一度話しませんかっていうのを割と全国の企業さんからいただいたんですけれども、神奈川県さんもその一つでご連絡をいただいたというのが一番最初でした。県のなんていうのかな、熱量っていうか本気でっていうかやる気というかはどんなふうに感じられましたか？それまで事業会社の方ばかりとお会いしてたんですけれども、こんなに熱量の高い方が県にいるんだっていうので、日本捨てたもんじゃないなっていうふうに思ったのは実際のところで、すごく県の方のために企業のためにどうやったらいいのかっていうところをすごく熱量高く考えてらっしゃって、私たちでできることがありそうだと思ってというところでした。バクのプロジェクトで、まあ、我々この間取材をさせていただいたんですが、その小田急とそれから、はい、シネマリープの協業したものを取材させていただいたんですけども、プロジェクトなんかは中村さんどんなふうにご覧になってますか？XR っていうのはやはりこれからの時代を一つ作る技術だと思っているので、鉄道×XR っていうのは面白いなって思ってます。で小田急さんってやはりその小田急のこう歴史だったりですとか、これまでの鉄道をすごく大切にされているし、コアなファンがたくさんいる鉄道会社さんでもあるので、まあ、そこを、まあ、XR の技術を使って過去にこうタイムリープできるような取り組みが、まあ、一つのエンタメ性を持って、まあ、グローバルにも展開していけたら面白いだろうなと思って。今回インタビューを収録しているのは今年4月 JR 関内駅前に開校した関東学院大学横浜関内キャンパス。17階建てのキャンパスではおよそ3300人の学生が学び、また施設の一部は市民にも開放された開かれたキャンパスです。伺っててだんだん思うようになってきたんですけど、やっぱりオープンイノベーションっていうのは多分これは大企業側の目線、大企業中堅企業側の目線とベンチャー側の目線、それぞれ期待するものがあるし違うんだけど、うまく回っていくとやっぱりウィンウィンなんだなっていう感じがしますよね。やはりこう価値の総和の最大化、コラボすることによって、まあ、1たす1が2じゃない状態、1たす1で、まあ、10とか100を作れる手段なので、まあ、グローバルでも注目されているわけなので、そうできるようにしたいなって思ってます。うんうん、ベンチャーの側から言えばもう明らかにビジネスチャンスというか、はい、自分たちのその力が活かせる機会だし、大企業の側は多分僕思うんですけど、やっぱり外からの刺激とか発想の転換とかそういうものが得られるっていうのはすごくメリットなんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか？いや、おっしゃる通りですね。うん、今はどうしてもスタートアップさんは、まあ、イノベーターでありチャレンジャーなので、大企業とこうスタートアップさんっていう座組多いんですけども、もうちょっと市場が出来上がっていけば大企業×大企業っていうのもたくさん生まれてくると思いますし、スタートアップ×スタートアップとか複数社でのコラボっていうのも出てくると思いますので、そうすると違う世界が広がりますし、できることも圧倒的に変わるだろうなとは思ってます。なるほどね、わかりました。あとこういう聞き方もちょっとしてみたいんですけども、
10年後っていうのをちょっとイメージしたときに、その日本経済あるいは神奈川ですけども、はい、オープンイノベーションで社会や経済どう変わっているか、あるいは変わっていなければいけないかっていうのを聞かせていただけますか。ここからの30年は日本がもう一度こう世界を席巻するような事業とかプロダクトを生む30年になると思っていて、今スタートアップ育成5カ年計画の2年目ですけれども、実は昨年、VC さんが投資をした金額がグローバルで増えている国って日本だけで、少しだけその成果が出始めている。なのでこのスタートアップ育成5カ年の間にしっかり、スタートアップも増やすし、実は計画の3本目の柱がオープンイノベーションなんですね。なのでオープンイノベーションという手段を使って、大企業さんも新しいこう手段をちゃんとこう使いこなしてイノベーションを創出していく、まず5年にする。で、10年後には海外の企業とのコラボレーションももっと増えていく時期だと思っていますので、コラボをして、まあ、世界を席巻するプロダクトが出始める。20年後ぐらいには時価総額ランキングの50位以内に複数社日本の企業が戻ってきているところが作れるんじゃないかなとは思っています。今回は神奈川の企業にこれからますます重要になるオープンイノベーションについて考えました。その際鍵になるのがお互いの企業文化の尊重です。大企業とベンチャー企業の場合、大企業側がうちのやり方はこうだと押し付け的になりがちですが、本来は逆にベンチャーの企業文化を取り入れ自らを変えていくことが必要です。中村さんの会社がこうした化学反応のいい触媒になってくれると期待しています。